どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになっちゃいますよということで日々簡単レッスン公開しております。今日のテーマソングは今ちょっと練習してください。こちらです。ドン豆まき同様の豆まきでございます。これなんと入門コード3つでできちゃうというすごいパワフルな鬼退治、鬼退治じゃないかな、福の神ね、あの豆まきの歌です。これ歌っていきましょう。これはね、もうキッズと一緒に盛り上がるには最高ですよ。で、ウクレレ始めたその日に弾けるような曲ですから取り組んでいきましょう。さあ本日は G ラボのブラックビューティーモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってねレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますから、ぜひ Amazon で、初めてウクレレちょっと検索してみてください。よろしくお願いします。はい、あと2月17日長野県の松本市で無料イベント開催。もう結構申し込みが、多数お応募していただいていただいているんですけど、申し込みが必要です。無料ですけど、詳細概要欄に貼っておくんでぜひチェックしてみてください。さあレッスン始めていきます。いつものように2バージョンです。これでもですね2バージョンいきますよ。まず最初の初心者版向けゆっくりバージョンはめっちゃ簡単、入門コード3つで誰でもすぐできるようになってます。ゆっくりなんで安心してください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはコードがですねちょっと増えます。とは言っても入門コードなんですけどね、かっこいいバージョンコード5個でやります。弾き方もガズペジオを使ってちょっとね滑らかにスピード感ある感じでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。ひとまず皆さん最初に音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれから自分の手でどんどん大好きな音楽生み出せますよ。ぜひ始めてください。さあ今日のレッスン入っていきましょう。豆まき初心者さん向けシンプル簡単バージョン、入門コード3つでゆっくりやってみる。 1,2,3,4 デン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 3はい、鬼は外福は内豆の音、鬼はこっそり逃げてゆく。でん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 、鬼は外僕は内、雨の音、早くお入り服の仮、でん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 らん、でん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 、でん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 、でん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 、でん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 、ダン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 さん、はい、鬼は外福は内、パッパッパラッパラッ豆の音、鬼はこっそり逃げてゆく、はい、ダン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 、鬼は外福は内、パラッ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 豆の音、早くお入り服の神。豆まきガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これ家族でやってくださいよ。おじいちゃんとおばあちゃんとキッズと家族みんなで、あのお父さんとお母さんと豆まきでこれを歌う、もう絵に浮かびます。もう本当に最高です。はい、一応フルコーラスというかですね、今のバージョンはイントロやって1番やって2番やって間奏をやってまた1番2番繰り返しという、構成だったんですけど、どうもあの YouTube を見るとですねこのような構成が多いなと思って一応これで、やってみました。2番をこう繰り返していくということなんですけれどもですね、やってみてください。これは入門コード3つなんでねすぐできると思いますよ。はい、ガズレレの動画にはですね歌詞とコードがもう出てますから、それに合わせてゆっくり練習してもらってですね、1個目のゴール設定としては今の
シンプル簡単バージョンのガズさんと一緒にできたらもう素晴らしいと思います。これはね結構できると思いますよ、ゆっくりやれば。はい、ぜひトライしてみてください。伸ばすとかいうところが結構ポイントになってるんですけど、まあ雰囲気でその辺も大丈夫だと思います。でガズさんの簡単バージョンと一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけでね歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これが素敵だなと思うんですけど、でも最初から歌詞とコードいくらなんでもこれ丸暗記するっていうのは結構難しいじゃないですか。だからまずは楽譜を見てですね、何回も何回も楽譜練習をして、いずれこれはすぐ覚えられます。何回もやったらすぐ覚えられます。ね、そういうのがいいなと思うんですけど、だからまず最初は楽譜練習がいいと思いますね。でも楽譜って一体どこにあるんだろうということだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズさんのこの手書きのノート、これを見ながら今演奏していきました。童謡豆まき入門コード3つ、鬼がいるみたいな、ほら見て書きました、鬼を、はい、退治してます。これをですね今見ていたんですけど、ちょっと楽譜見るとすごい難しそうに見えるかもしれないんですけど、簡単です。これねちょっとこの後解説しますけれども、とにかく今ねこのノートを見ながらガズは演奏していったんですね。はい、これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってことでシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、このガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の豆まきを含むガズレレで取り上げてるもんで、ね、手書きのね楽譜も1000曲以上軽くありますから、ね、山のような楽譜のですねデジタルデータとして毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。童謡豆まき、はい、鬼がいます、はい、まくぞみたいな、はい、コード3つ、簡単バージョンはコード3つ、かっこいいバージョンはコード増えますけどね。でこれちょっと見てもらいたいんですけど、ここイントロなんですけど、これワンブロック下にくるっと囲ってて CCFD7 って書いてある。これはねかっこいいバージョンではちょっとこのコード増える、ワンブロックコード4つでやろうと思うんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこれ上の段をゆっくりやってみました。ここもほら鬼は外で伸ばしたでしょ、伸ばして止めるなんですけど、まあまああんまり細かいことはちょっと言わずに、こんな感じでちょっと聞いた感じで練習してみてください。はい。で、今言ってるここもね、かっこいいバージョンとは全然違うんですよ、コード進行が。なんで、逆に言うと、かっこいいバージョンは結構ね、面白いですよ。何気に舐めていると痛い目に遭いそうなかっこいいバージョンです。シンプル簡単バージョンはとにかく入門コード3つで歌っていこうということでございます。はい。もうこれ、映してるんですけど、今もうこれで全部終わりです。なんで、これ映してもらって、これ一時停止で書いてもらうのがおすすめなんですけど、まあまあ、今ね、紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜をゲットしてもらう、デジタルデータでゲットしてもらうのもすごく、いいと思います。まずここ見てもらうと、ガズのノートの特徴は歌詞の上に点がある。鬼は外、福は内、パラッパラッパラッパラっていう感じで、この点で分かるんですけど、これ簡単ですからね。まあ今日はですね、これパッとこう書いてもらうのいいかもしれません。で、まずちょっとこうやって写しときますんで、一時停止してね、書ける方は書いちゃってください。もちろんデジタルデータでダウンロードしてもらうとね、書く手間が省けますから、かなりね、それはいいですよ。はい。いいですか。基本的にはコード一緒で歌詞が変わってます。はい。そしてここ間奏なんですけど、間奏はつまりね、
ここからここまでの長さを感想にしてます。ちょっとだからここが 1,2,3,4,5,6 ブロックに分かれてますね。なんでこれ一回感想を歌って、またもう一回ここにも書いてあるけど 1,2 番やって終わるということですね。もう一回繰り返したよということになっております。はい、一時停止で書いていってください。ですか。はい、出てくるコード見ていきましょう。はい、今やったシンプル簡単バージョン C と F と G7 のなんと入門コード3つ。これはウクレレ始めた初心者さんがその日に覚える超絶簡単入門コードなんで、これはもう間違いないと思います。すぐ弾けますから。はい、一応これ解説する。 C と F と G7 C はこれ1個だけ、下1本。 F はここの2弦の1フレットと4弦の2フレット、こんな感じで指立ててくださいよ。 F の覚え方は斜めのライン。はい、 G7 はこことここ、1弦の2フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレット、こんな風に押さえる。F から行くと、くるっと丸ける、回転させる。これがポイントです。C と F と G7 の時は、くるっと回転。これがポイントになります。はい。この入門コード3つで、シンプル簡単バージョン、できましたよ、ということなんですけれどもですね。かっこいいバージョンで出てくるコードも、今日入門コードなんですよね。ちょっと見てもらいたいんですけど、はい。これ今 C と F と G7 でしょ。かっこいいバージョンでここに Am と D7 なんですね。これもね、見てもらったら分かるけど、超簡単コード。まあなんで、こう、ちょっとひっくるめて説明させてください。これガズレレ必須コードというね、超入門コードのグループのメンバーなんで、これ安心なやつなんです。これです。ガズレレ必須コードです。これをね、一体なんだと。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ、10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うと、もうごっちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。この曲はね、まさにみんなもう分かっていると思うけど、同様だし、こう、あらゆる世代で歌いたい曲で、うまいとか下手だとか、そういうんじゃないです。ただ、元気よく、もう、その季節を感じる。もうなんか、もう本当に、鬼は、もうそういう感じでいいと思います。もう、そういう曲です、これは。うまいとか下手とか、素晴らしい演奏というよりは、もう、ワイワイみんなで、こう、そのイベントを楽しもう。そんな気迫が大事になると思います。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。さっきも言いましたように、今の簡単バージョンプラス、Am と D7 が加わったということなんですけれども、今回ね、かっこいいバージョンはですね、弾き方、まずこれですね、リズムはこれです。ガズペジオでね、あえて言ってピアノっぽいんですよね。だいたいこの曲ってね、ピアノの伴奏なんですよ。なんで案外このガズペジオっていう弾き方はピアノにすごく向いてる弾き方だぞということで、ガズレレではいつもねそんな感じでご案内してるんですけど、ガズペジオの奏法解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにですね、濃厚解説レッスン動画がアップロードされていますので、そこでちょっとマスターしてもらいたいんですけど、基本的にはですね、ちょっと C で練習してみましょうか。ガズペジオこんな感じです。こんな感じになってます。ピアノっぽいでしょ。タントンタント、こんなイメージを再現していますということなんですけど、今日かっこいいバージョンはね、何がね深いかというと、ワンブロックコード4つ入ってくるっていうのと、今やったシンプル簡単バージョンよりはちょっとテンポをね上げてですね、もうちょっとこう軽やかに元気いっぱいバージョンで、やってみようかなというふうに思うということがキーポイントですね。なんでちょっと雰囲気をやってみましょう。まずイントロからやってみると、いきなりコード4つですよね。やってみますよ。せーの、ねん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 。はい、 CFC、 はい、こんな感じですよ。CFC、 CFC ですよ。 CFC、 はい、 CFC、 こんな感じです。なんで結構忙しいです。テンポも上がってるしね。ちょっと1番をまとめてやってみましょうか。イントロから、せーの、でん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 、せーの、鬼は外、はい、福は内、ここ早いよ、パラ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 、豆の、ここは普通のラズベジ、鬼はこっそり逃げてゆく、はい、こんな感じです。結構忙しいんですよ。ワンボルクコード4つで流れるようにこのガズペジオを、これガチャガチャしなく弾く、柔らかく優しく、これであんまり引っ張っちゃダメですよ、右手優しくつまびいてくださいよ。パラ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 、豆の音、はい、元気っぽくやりたいんですけど、あんまり元気良すぎるとバチバチになっちゃうからね、そこら辺のところ
流れる感じもちょっと大事にしていただければ。あと案外この伸ばすっていうのがですね、結構多いんで、伸ばしたり止めたりとかが、この辺のニュアンスはですね、こうなんか原曲のイメージでやっていただくのがいいかなと思っています。なんで、ちょっと、早いなと思ったらまずゆっくりからでいいと思うんですけれども、ちょっとある程度元気がいい方が、こうみんなでこう、ね、鬼は外、福は内ってこんな楽しめるかなと思って、リズムがねやっぱこうキープされるのがやっぱ大事かな。みんなでこうね一緒にこう歌っていきたいわけですから、その辺がキーポイントだと思うんですけど、まあシンプルっちゃシンプルですよ。やっぱさっきも言ったけど、この曲がうまく歌うとかうまく演奏するっていうことはあんまり考えずにですね、やっぱこう、そのムードを楽しむ、このワイワイ歌おうみたいな、そういう空気感作りが七夕パーティーを盛り上げるかなという感じでですね、ぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。元気いっぱいでやってみましょう。豆まきガズレレレかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 鬼は外、福は内、パラッ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 、豆の音、鬼はこっそり逃げて、ガズレレ流かっこいいバージョン、ちょっと元気いっぱいバージョンでがやってみました。いかがだったでしょうか。でも案外忙しいですよ。ワンブルクコード4つが続いてくるとあわわわわちゃわちゃってなったりですねしますんでですね、その辺が要注意なんですけど、まあこの季節感満載の、節分の曲、思いっきり家族全員で歌えるように練習して、当日は思いっきり豆を投げましょう。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していたこっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますので、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽器ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化した、もう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよ、
よって勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。